はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4都道府県元千葉県プレーの続きをやっていきたいというふうに思います。で前回ですね、首都圏ビッグ3との戦争の中で埼玉、あとは東京、これを下しています。で残されたのは神奈川県だけなんですが、この状態でこの戦争の貢献度を見ておくと、千葉県が 31% に対して群馬が 57% ということで、まあ、ちょっと 20% 以上の遅れを取っているということから、まあこの戦争勝利のうちに終結した後の、まあ、主導権争いを握るという意味では、貢献度を、群馬に迫る、あるいは上回りたいという思いから、福島をこの戦争に巻き込んで福島を一気に駆逐してこの戦争への貢献度を上げていきたいなということから、主力部隊を福島の方に今転進中です。なので、準備が整い次第福島に対して宣戦布告していきたいなというふうに思います。であとですね、ちょっと変更を先にしておきたいのが、東京がですね諸島部政府と名乗って、島の方に退避していて、これを叩かない限り、終わらせない限り戦争が終わらないので、諸島を制圧するための海軍の増強が急務になりつつあるということから、建設級でですね海軍の工場を一気に上に持ってきました。であともう一つ変更しているのが、徴兵の部隊編成のところを少し変えてまして、まず MP っていうのを入れてるんですけど、これ MP 今後レジスタンス活動が活発化することを考慮して、あらかじめ MP の部隊を今後展開していきたいなというところで一つ入れています。で、砲兵の方はですね、戦闘正面幅を少し調整したっていうところと、あまり効果はないんですが、装甲化 4% にしていますというのですね。であとは装甲車部隊の方も戦闘幅を少し、いじっていますというところになります。ではこれで時間を進めていきましょう。特に注意しなきゃいけないのは福島への宣戦布告の時期だと思うんですが、これはもうちょっとね、早め早めに群馬に悟られる前に決着をつけに行きましょう。割とあっという間に宣戦布告できそうですね。群馬帝国の遠征軍の指揮権、いやこれはいらないわ、めんどくさいんでやめましょう。で上陸されてますけど、これは駆逐できると思うのでこのまま放置します。今はとにかく福島をいかに食うかというところですね。ちょっと東京諸島部政府に押されている感じがしますが、これは群馬に任せましょう。もう頭の中は福島の攻略で頭がいっぱいになってしまってる。どうしてもきついのが人的資源なんですよね。人的資源があればもっと手段を展開したり海軍に人を割いたりということもできるんですが、ちょっとそれが今できなくなりつつあるんで、人的資源の確保という意味では徴兵制度を見直すっていうのも考えていきましょう。ただその前に政治力を使って指揮官を雇っていきます。で次、政治力がたまったら、今志願兵のみになっているのを、限定的徴兵で、10% まで引き上げましょう。まずはここからかな。大規模徴兵にするとね、結構つらみが出てくるんでどうかなというところですね。で、福島への宣戦布告準備が整いましたというところか。
では宣戦を布告していきましょう。まあ、あくまでも群馬に先んじて福島を飲み込むというところなので、まあ、ただし同盟国を巻き込んでこの一連の戦争の一つの局面という位置づけにしなきゃいけないので、まあ、そういう意味では今ね、しっかりと福島が首都圏保護陣営に入ってくれたんで、まあ、ここまではね予定通りですね。あとは群馬がちょっと苦戦してたりしてくれるとありがたいっていうね、ここまで目論見通りですね。ここで憲兵が研究完了したので憲兵の配置をしていきたいなというところまずはやっていきましょう。最初にね憲兵のところではここに支援として MP 入れます。あと研究もね2つ同時に終わってるので、研究も入れていきましょう。まず1つはね空母を作って東京諸島部政府を打倒したいのでまずはね空母を作っていきましょう。そのための研究です。でもう一つは空軍の飛行機とかもねちょっと欲しいなという思いはあるんですが、どうしようかな。とはいえやっぱり陸軍優先でいきたいよね。中型戦車のやっぱり2型を作っていきましょう。ここは我慢してでも。レジスタンスの動きはやっぱり抑制していかなきゃいけないからね。なんとかかんとかやっていきたいんですけど、あとは今のところ功を奏して群馬帝国に先んじて占領地を増やしていけているという状態なので、この状態をね、維持することを前提で工場に思い切って割り振っていきましょう。で空母に随伴する、まあ、いわゆる護衛艦に関して言うともう用意できるのは駆逐艦ぐらいしかないので、まあ、駆逐艦でちょっと心もとない護衛艦にはなると思うんですが、なんとかね艦隊としての形を維持できればいいかなと思います。いわきもそうか、ちょっとやっぱ全然駐屯している部隊の数が足りてないんだよね。もうね海岸防衛は今海岸を攻めてくる部隊っていないと思うので、まあ東京諸島部政府神奈川残ってはいるんですけど、一旦レジスタンス対策優先にしています。レジスタンスを見つけ次第徹底的に
弾圧していくっていうね、そういう方針でいきたいんですが、はい、ここで福島降伏ですね。ほぼ福島の全土を千葉県がもぎ取った形ですね。この後はそのレジスタンス対策をしっかりしていかなきゃいけないので、まあ、そのためにね、師団を割かなきゃいけないというのがちょっと痛いかな。で、目的としていた戦争への貢献度、いいね、 42% まで来ましたね。これさらに次の標的を探していきましょう。で、陣営で見るとまずは、まあ、北海道を含めてどうだろう、宮城とか岩手、秋田、青森、この辺りは一つの陣営を形成しているので、ここに戦争を挑むのはちょっときついよな。そうなると次の標的は山形だな。山形を標的にちょっと戦闘計画を練りましょう。まずは、対神奈川方面に展開している部隊ももう引き上げでいいでしょう。すべての部隊を山形方面に振り向けておいて、山形を一気に食い散らかすという戦いかな。まあ、ただここに関して言うと群馬と山形国境接してないので、まあ、矢川でも山形は全部取れますね。となると主力は一旦僕の地元船橋に戻して、福島を戦ってくれた部隊ちょっと連戦になりますが、このままじわりじわりと山形を攻略してもらいましょう。もう本当にね、その先を競って領土獲得戦をしなくて済むっていう状況を福島戦で作り出せたのは大きかったな。これまたね、群馬の影をこう追うような形になるとなかなか戦争への貢献度で逆転の目処が立たないっていうね、状況にもなり得たかなと思うんですが、まあ、そういう状況は一旦は避けられそうですね。で、残りの部隊は一旦レジスタンス対策に入ってもらいましょう。特に治安があまりよろしくない福島、埼玉あたりには、しばらくの間は駐屯する部隊を置いておいた方がいいでしょう。そう考えると船橋で遊ばせておくのはもったいないな。なので船橋に移す予定だったのは埼玉に駐屯させます。で、主にレジスタンスを徹底的に弾圧。これでいいでしょう。今レジスタンスは埼玉いわきだね。まあこれくらいだったら目つぶってられますけど、さらに増えてくるとね、ちょっと手がつけられなくなるので早めにレジスタンス対策をしておきます。で、まあ山形に対しても、まあ、飛行場の整備だったり要塞の整備だったりっていったのは一旦不要かなと思うので、まあ既存の戦力で、山形をね、食っていこうかなというふうに思います。では早くもですが山形に対して宣戦布告していきましょう。そのためのから入れていきます。で、ロケット砲は改良を終えたので、戦車の2入れてるので軽戦車の3を入れましょう。
まあ、陸軍偏重主義にはなってしまってるんですけど、これでもどうだろうね、福島を完全に取ったことによって国力でも群馬をしのぐぐらいの力はつけられたんじゃないかな。でこの後さらに山形も取れれば、まあ間違いなく、まあ国力、工業力、群馬を上回れるじゃないかなと思うので、まあ、そこをねしっかりと確実なものにしていきましょう。でこの後はもう千葉県としては新潟か宮城かという選択になるんですけど、宮城に関してはちょっと選択肢としてはないので、宮城と戦争すると秋田、岩手、青森、さらには北海道というのが漏れなくついてくるので、山形の後は新潟、まあ、ここがねまた群馬との、取り合いになると思うので、まあ、ここに全力を尽くしつつ海軍の整備を進めて、東京諸島部政府を打倒していくっていうところですかね。ではその山形に対して宣戦を布告していきます。山形も首都保護陣営に入ってくれたので、これでまた貢献度が一気に増やすチャンスがやってきたかな。でレジスタンスも一旦壊滅させてますね、まあ、ただしレジスタンス対策に兵を軍を割いたおかげで山形攻略のための軍勢がちょっとね少なくはなってるので、ここは我慢のしどころかな。ここで神奈川が降伏ですね。残るは、まあ、今、構成中の山形と諸島にこもった東京諸島政府ですね。で山形戦線の方は、まあ、千葉県勢だけで戦っているという形なんですが、まあ、あの順調に推移はしているかなと思います。山形の多分これゆるキャラは花形紅ちゃんなんですね。花形紅ちゃん、ちょっと申し訳ないですけどあんまりよく知らないんですが、で、千葉くんぶつけていきたいなというところなんですが、あ花形紅ちゃんの部隊が一旦ね撤退しているようなのでこのまま進めていきましょう。はい、研究完了してます。で研究は一旦は陸海の方に回していきたいので陸海中心に研究は入れていきましょう。ここは野戦砲のアップグレードを入れていきます。でどこでレジスタンスが活動してるかというと福島か。福島はでもねもう師団駐屯させてるんでここはなんとか対応してもらいましょう。で戦争への貢献度も、群馬、千葉2強体制に持っていけそうな感じがしてきてるんでこのままさらに群馬との差を縮めていきましょう。
はい、ここで山形降伏ですね。これで戦争への貢献度中身を確認しておきます。でさらにねタイミングよく空母も研究が完了しました。で空母はまあせめてね新潟までは作っておきたいのでちょっと研究の枠を使うのはもったいないんですが研究入れていきましょう。で、まず先生の貢献度いいね。ついに群馬と千葉が並びましたね。でこれ次ね新潟に戦争を仕掛けるのはどうなのっていうのはあるんで、ちょっとね検討する必要があるかなとは思います。で新潟に戦争を仕掛けた場合はまた群馬との取り合いでね形勢が変わる可能性もあるんで、見極めはすごく重要だというふうに思っています。まあ一つね群馬と並んだというのは大きいと思います。であとは生産のラインの調整では大幅に駆逐艦の数を減らして代わりに空母を作っていきましょう。で艦上攻撃機の数が全然足りないので、この先はね、一旦艦上攻撃機に数は振っていこうかなと思います。はい、ではね、ちょっとキリもいいので一旦今回はここまでにさせていただいて、次回以降は、まあ、新潟の処遇をどうするかというところと本格的にね東京諸島部政府を打倒するために海軍の大増強というのに着手していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。